た夏の間に溜め込まれた花粉が涼しくなった今一気に大飛散しているというのです。果たしてその熊による人身被害、人への被害なんですが、2023年度今年度9月末までの半年で109という数字です。統計を取り始めてから最多だったのが2022年度、これ1年間で158という数字で、9月末までの半年間のペースという意味では2020年度が86でしたから、